試合が当分ないということで、今日は鉄棒を久々に触っていきたいと思います。で、プロテバッグがね、もう僕は家にあるんですよ。体操場に置いてないんですよ、プロテバッグ。なのでね、今日は家にあるプロテバッグを持って行って、本当にね、多分ね、1年ぶりとかになるのかな、久々なんですけども、鉄棒の方をやっていきたいと思います。でね、こちら久々にね、家にあったね、プロテクターたちです。あ、たちっていうかね、もう釣り輪の方はね、完全にね、ここには入ってないです。じゃあちょっとね、見ていこうかな。見ないで、ゴミ見ないで。でね、これは使い終わった後のチューブです。このチューブをここのね、手首に巻くことによって、マジでここ抜けないです。まあ最近は知らないんですけどね。じゃあちょっと手の紹介しようかな。豆ないでしょ。豆がね、ないんですよね。はい、ということでね、鉄棒やったらね、ちょっと豆抜けちゃうかもしれないけど、ちょっとやってみようかなというところで、これこれね、佐々木のバンテージ、これをね、手首に巻きます。で、これがね、これすごいんですよ、このプロテ。僕ね、改造したんですけど、このプロテがどっかの国のプロテなんですね。で、このベルトがスイス製のベルトなのかな、わかんないけど。で、これが金具で、言うたら3種類のプロテクターが混じり合わさってるっていう、ね、まあいいや、っていうことでね、これ体操場に持って行って鉄棒していきたいと思うよ。できるかな、できるかな。豆むける可能性が出てきましたが、やっていきたいと思います。それでは行ってみよう。大丈夫ですか、プロテ、なんか皮がダメになってるとか。ワンチャンある。カビ生えてたらどうしよう。いや、カビは確認できなかった、今日の朝見た時は。何ならできそうですか。コールマン。なんかトカチュフ系の方がいけそうじゃないですか。ああ、トカチュフはもう余裕。トカチュフ系、コールマン、あれは多分ね、30歳ぐらいになっても余裕でできそう。それで干されたら面白いな。それはそれで動画映えだね。干された時にここの会話ちゃんと入れときますね。はい、装着完了しました。まずは水をつけます。水はたっぷり派ですか。こんくらい派ですね。おお。で、タンマをね、多分こんくらいシャシャシャっとやって、なかなか体操選手のタンマつける手元見るのなんてないですからね。ないね、機会がない。久々だな、タンマつけんの。タンマつけんのは久々じゃねえわ。それでは1本目、コールマン1本目。怖っ。あ、やばい、死ぬかも。やばい、無理だ。行きます。頑張る。おお、すごい。おお、すごい。すごい。
すげえ。一年ぶり。すごすぎる。一年ぶりノーアップ一本目コールマン。ああ。すごっ。いやすげえ。何でできたの。なんかもっと事故ってほしかった。うますぎた。普通にうまい。うま。じゃあ次は新とかと開脚とかでいく。できたらモズ肉まで行きたいと思います。行きます。悔しいんで、もう一回だけチャレンジして終わりたいと思います。腰痛いんで。